平手友梨奈と渡辺梨沙がコーナーのタイトルコールをする前に聞いてくれている皆さんへ感謝の気持ちを、私は現在形、テチは過去形で叫んでみる。聞いてくれ、あ、え、裏返った。ちょっと待って、梨沙も裏返った。仲間。やだ、もう一回やらせて。はい、どうぞ。聞いてくれている皆さん、ありがとうございます。やば。聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。星をた紹介。イエーイ。ちょっと反省会しましょう。ちょっと梨沙さん、まず裏返ってましたね。私ね、あんまり大声出さないじゃん、うん、普段、うんうん、それは理由があって、うん、なんか前、本当に、うん、結構前なんだけど、うん、大声とか出したりするときに裏返っちゃう癖みたいなのがあって、うん、トラウマっぽくなってて、それがだからなんか毎回小さい声になっちゃうの。なんか嫌なんだよね、恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。それがなんか苦手意識みたいになっちゃって。もうマジ？ それ早く言ってくんない？私ずーっと仲間がいなくてさ、ね、ずーっと一人で悲しかったんだよ。本当に裏返った？だってライブとかすごい裏返ってんじゃん。そう、なんかなんだろう ね、声がこのトーンの人は大声に難しいのかな。低めなんだよ。そう、私はだからなんかそう、大声ってなると、うん、こう急にえいってなっちゃう。まあそうだよね。そう、お互い頑張っていこうね、これからね、うん、裏返チームだけど頑張ろう。はい。